久保さん今回突破力にしましょうか。突破力。ね。何かを突破していかないといけないと。じゃあこの突破力を上げるためにはどうすればいいのかと。これは非常に簡単です。はい、突破と思わないって力ですね <laughs>。突破と思わない思考。うん。なんかこれぐらいやったら当たり前だなっていう。なんか突破だと思うから、なんか、あのー、うん 難しいんじゃないですかね。まあ当たり前にやるっていう。まあ単純に、うん、ね、成功してる人と成功してない人の多分基準、量、違います。まあ分かりやすく言うならば今年の、えー、東京オリンピックやると思いますけど、オリンピック選手がやってきた練習量と、オリンピック選手じゃない人の練習量、オリンピックを目指してない人の練習量、ね、例えば、 まあ、じゃあメジャーリーガーでもいいですけど、メジャーリーグを目指してる人の練習量と、まあ、甲子園を目指している人の練習量と、目指していない人の練習量。これ絶対違いますよね。うん。てか、部活サボってんじゃないですかね、もはや。うんだって、目指してないんだもん。<laughs> ね。だから目、そこを目指すんだったら、その量があるよと。でも、この量に関しては人それぞれちゃう、ちゃうんですよ。ただし、 ある一定の量は間違いなく絶対必要なわけですよね。これに気づけば、まあこんなのやって当然だなってなるわけですよね。だからその突破できない人っていうのは突破しようと頑張ってるんですよ。いやいやいや、突破じゃなくて通過です。通過。うん。いかに平常心で通過できるかと。まあこれに至るんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。